眼科医の松です。今日は水晶体、レンズが私はないんですが、それって大丈夫でしょうかってご質問についてお話しようと思います。いただいた質問です。これは少死体手術といって目の玉の中のゼリー状のものを取った手術に対しての少子体は取ってもまあそんな問題ないですよみたいな動画なんですけども、それに対していただいたコメントで、 水晶体は両目取って大丈夫でしょうかと。一般的には水晶体取った後白内障の手術は人工のレンズ入れるんですよ。でもこの方は人工のレンズ入れてませんと。それどうでしょうかと。実はですね、ちょっと問題点があるんです。一つは、手術後早期に目の奥がむくみやすいっていことがあります。もう一つは、紫外線のダメージを受けるちょっと可能性があるよってことがあります。どういうことか。実は、 水晶体のレンズ、はたまた人工の眼内レンズっていうのは紫外線カットをしてくれるという能力を持ってるんですね。で、これらがないと紫外線によって目の奥が焼けてしまうというかダメージを受ける可能性があります。なので、定期的に黄斑、物を見る中心などをしっかりと見ていって怪しかったらちょっと早めの対応っていう必要があるかなと思います。もちろん、水晶体を入れないというのはすごく特殊な状態なので、何らか 事情があると思うんで仕方ないと思いますが、えー、そういう背景があることはご理解いただけるといいかなと思います。まあ、こんな感じで、まあ、いろんな質問答えていきますんで、いいなと思ったら高評価ボタンを押してください。また概要欄にメールマガジンっていうのもあるんで、まあ、それも登録いただければと思います。よろしくお願いします。